立憲民主党一見さやかと申します。本日選挙戦最終日です。皆さん、この都議選4年に一度しかありません。この4年に一度しかないこの東京都議選、本当に大切な選挙なんです。あと明日投開票日なので、明後日になったら4年間この政治変えられません。この1年間、もう1年以上経っています。皆さんの生活いかがでしたか？この1年間、このコロナ禍で大きく人生が変わったんじゃないでしょうか。私、小さい子は4人の子供がおりますが、子育てをしながら働くのが本当に本当に大変だけど、それ以上にこのコロナ禍で多くの時間と多くの出会いや大好きな人に会えなかったりとか、おいしいご飯が食べれなかったりとか、いろんな出来事があったと思います。例えば小学校では一斉休校がありました。この一斉休校の中で多くの子どもたち、学べる環境、大好きな友達と会う大切な居場所が奪われた。お父さんもお母さんも働く人たちであれば、そうでない人でもそうですけど、家だけではなかったんじゃないですか、居場所は。この1年間なんだかずるずるとこのまま伸びてしまった。その中で間もなく行われるのか東京オリンピック、本当だったら祝いたいですよ。みんなで応援したい。だけどもこの状況下、皆さん本当はどこかで何か間違っているんじゃないか、皆さんそう思っているんじゃないでしょうか。このオリンピックの中で本当に行われるのか本当にわからない。でも本当ならば命が最優先されるんじゃないでしょうか。この東京都議会、今126議席あります。その中で46議席が都民ファースト。なんだか今おかしくありませんか。本当はもっと風を吹かせて、新たに本当に必要な人を都政に送っていくべきじゃないでしょうか。斉藤理恵さん、11歳の子供を育てるシングルマザーであります。一人親家庭でもあります。私、小さい子の母親が9歳の時に離婚をし、母の手一つで私と姉を育ててくれました。母は泣かなかった。どんな辛いことがあっても泣きませんでした。でももしかしたら私たちが寝ている間に泣いていたかもしれません。昼は保険会社でパートで働きました。そして夜はホステスとして働きました。本当に飲めないお酒を飲んで毎日吐いて、私が介護をし、それで、ね、母親は言いました。ごめんね、さやかと、こんなんでごめんねって言いました。私は正直悔しかった。小学校3年生でなんで一人ぼっちで夜留守番にならなきゃいけないのかと、なんでお父さんは帰ってこないんだと、正直父を憎みました。なぜ今この状況か、頑張っても真面目に頑張っている人が報われないんでしょうか。おかしくないですか、この都政、この日本おかしくないですか。だから日本を変えていきたいと思って私も政治活動を続けています。斉藤理恵さん、耳が聞こえない当事者でありますが、それ以上にありがとうございます。それ以上に人の心に寄り添う優しい心を持っています。耳が聞こえなくても心で
届けてもらえるものがあります。斉藤理恵さんがこれまでしてきたことは本当にすごい。彼女は本当に強いんです。立ち続けるんです。だからこそ都政に送り続ける必要があるんです。斉藤理恵さん、皆さんにお訴えできる時間はもう2時間を切ってしまいました。斉藤理恵、この後斉藤理恵の声をどうぞ聞いてください。そして東京にぜひ足を運んでください。20代の投票率 29% と聞きました。皆さんどうぞ諦めずに投票に行ってください。私人生期間の最後のお訴えです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ただいまの訴えは立憲民主党斉藤理恵と共にこの選挙戦戦ってまいりました名誉であります。